こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では全身ユニクロで春コーデベスト3というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。今年の3月ってなんだかあったかくないですか？僕のイメージだと3月ってまだ寒くてダウンを着ることもたまにはあったような気がするんですが、今年はめちゃくちゃ暖かいので、すでに春服を着ていることが多いんですね。今もですね、T シャツの上にシャツアウターを着て、実際に自宅からこの事務所へ歩いてきたわけなんですが、これでも十分なぐらいなので、割と春服すでに着ている方が多いんじゃないかなと思います。ただ、やはり動画を見ていただいている方の中にも、春服どうすればいいのかわからないだとか、あとはできればセレクトショップだとか、いいブランドで服を買いたいんだけども、やっぱりこう予算があって、その中でおしゃれを楽しむためには、そんなにお金がかけられないんだよなという方も結構いらっしゃるのかなと思うんですね。そこで今回は全身ユニクロでというテーマでですね、皆さんに動画をお届けしたいなと思うんですね。本当にユニクロってありがたい存在だと思うんですよね。リーズナブルで質も良くてデザイン性もある程度担保されているので、全身ユニクロでも一定のコーディネートを組むことができるので、今回は手持ちのアイテムを組み合わせながらですね、この春ですね、3月ですとか4月に活躍するようなコーディネートをしっかりと解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速一つ目のコーディネートから皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まずは主役はこれですね。ステンカラーコートのダークブラウンですかね。ユニクロ U の今季のもので、もうセール価格になってるかなと思うので、まさにお買い得かなと思うんですが、このコートをですね、一番上に着てみました。あったかいっちゃあったかいんですけども、地域によってはまだまだですね、寒いというところもあるかなと思いますし、朝晩は冷え込むので、こういったロング丈のコートも1枚あって損するもんじゃないかなと思うんですね。しかも今安くなってるんですね。なので買っておいて、今時期着るのもありだし、秋にもですね、このダークブラウン系だと全然相性いいかなと思うので、ぜひ皆さんには持っておいていただきたいなと思うんですね。このコートを主役にしながら、で、内側はですね、これね、僕の動画の中でも解説をしました、今季の 3D ニットですね。ライトグレーがね、めちゃくちゃいいんですよね。色合いもですね、春らしいカラーリングで、真っ白に比べると少しこなれ感もあるというところで、このライトグレーのですね、ニットを入れて、内側には白 T ですね。これも何でもいいです。もう本当に白 T お手持ちのものでいいので、丸首のものを着てもらって、少し襟元からですね、この白 T が見えると、ちょっとこう、こなれ感と言いますか、レイヤードスタイルを楽しめるので、こんな感じに使ってみるといいんじゃないかなと思いますね。そしてボトムスに関しては、セルビッチのスリムフィットジーンズですね。これまた、こう、今季的な感じはするかなと思いますね。デニムもですね、最近はトレンドではなかったんですが、今年とか、去年くらいから少しずつですね、トレンドというわけではないんですけども、復活してきてる様子がありまして、で、皆さんに履いていただきたいのは、色落ちしてるようなものではなくて、大人っぽく見えるような、リジット系のデニムですね。こういったものが、大人っぽくて、すごく似合いやすいかなと思うので、こういったものを履いてみました。ステンカラーコートというですね、ちょっと綺麗めなものに対して、デニムのカジュアル感を足してあげるというのは、結構ですね、使いやすいかなと思うので、皆さんもトライをしていただきたいなと思ってます。そして足元なんですけども軽くロールアップしてるんですね。これ買った時からこういった仕様なんですけども、僕は裾上げをした上で少し長めに取って、だいたいこれ何センチかな、 2.5 センチから3センチぐらい軽くまくってあげて、このセルビッチですね、赤耳と言われる部分を見せてあげるのも、ちょっと旬な雰囲気にもなるかなと思うので、これもぜひトライをしていただきたいなと思ってます。で、皆さんに謝罪しなくてはいけないのは、全身ユニクロと言いつつ、靴だけは勘弁してください。ここもユニクロで揃えることもできるんですが、靴だけは僕はユニクロじゃなくて、ちゃんと手持ちのものをある程度は投資をして揃えた方がいいかなと思うので、今回はグリーンレーベルのジャーマントレーナーのホワイトを履いています。春らしさを出したいということで、こういったライトグレーだとか、こういったホワイトのレザースニーカーを入れることで少し明るさを足してあげるといいかなと思います。こういった着こなしはですね、かなり多くの男性に似合いやすいと思います。
痩せ型の方から結構ぽっちゃり体型の方がこういったちょっとアメカジ感の漂うような着こなしでもあるので、こういった感じって似合うかなと思うんですね。まあもうちょっとおしゃれ感出したかったら、あえてキャップをかぶってみるだとか、あとはサングラスだとか伊達メガネをかけてみるっていうのもアクセント的にはいいかなと思うんですね。僕もこれだけだとちょっと物足りないので、ちょっと小物を足しながら楽しみたいと思う着こなしなんですが、まあ一つのベースとしてぜひですね、皆さん全身ユニクロで揃えることができるので、この着こなしも覚えておいていただければなと思っています。はい、続いて2つ目の着こなしなんですが、今度はですね、ようやく着れる時期がやってきましたよ皆さん。こちらユニクロ U のオーバーサイズフーデッドブルゾンですね。皆さんも持ってるかもしれないし、まだ持ってない方は似たようなナイロン系のジャケットですね。ノースフェイスだとかアークテリクスとかでもいいかなと思うんですが、こういったちょっとスポーティーなアウターですね。丈の短いものを使った着こなしになっています。これようやく使える時期になって、最近はめちゃくちゃ着てるんですが、改めていいなと思いますね。ほんとね、肌触りもいいですし、コットンなんですけども、少しこうシワ感があって、この雰囲気もね、すごくいいんですよね。フード周りのボリューム感もあって、襟の立ちもすごくいいので、個人的にめちゃくちゃ気に入っているんですが、まあこれをベースとしながらの着こなしを組んでみました。その内側にはですね、今季のユニクロ U のエアリズム、ちょっとオーバーサイズの T シャツですね。新色のパープル。これまたね、すごく気に入っていて、なんか春らしさもありつつ、ちょっと差し色にもなるので、個人的にもね、1枚あってすごく良かったなと思ってます。これで T シャツが白だと結構地味なんですよ。それはそれで悪くはないんですが、少しなんか味付けをしたいなというところで、今回はパープルを選んでいます。そしてボトムスはですね、さっきリジットデニムがいいと言いつつ、こっちのグレー系のデニムがですね、意外とハマりが良かったので、こちらを履いてみました。僕は結構痩せ型なので、スキニーフィットでもですね、ハマりが良かったりするので、グレー系のデニム、しかもスキニーフィットのものですね。こういったモノトーンの着こなしには、ブルー系のデニムよりは結構グレーっぽく見えるデニムがですね、すごく使いやすいんですね。まあ僕はこういったデニム、他にはレッドカードというブランドのものがありまして、先ほども実際に履いてみたんですが、まあこのユニクロのデニムもすごくよくできているので、こちらでも十分かなと思ってるんですね。もちろんレッドカードの完成度はすごく高いんですよ。ただ価格面で言うとこれすごく使いやすいかなと思うので、今回のようにちょっとスポーティーなアウターでブラック系のものにはデニムはグレー系でちょっとモノトーンっぽく合わせてもらうのもいいと思いますし、あとは定番のブラックスキニーですね。これまた旬なアイテムではないんですが、もう定番的な位置付けで使いやすいかなと思うので、そちらで代用してもらうのもいいかなと思います。こちらのブルゾンがちょっとオーバーサイズ気味なので、上半身がゆったりで、ボトムスは細めというのは、割と大人世代には使いやすいサイズングかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思ってます。で、足元はですね、ちょっと全身が重たくなってしまうので、白系のレザースニーカーを履いています。さっきと同じじゃねえかよというツッコミがあるかなと思うんですが、実は先ほどはジャーマントレーナーで、今回はオールスタークップということで、違うスニーカーを持ってきました。僕は白レザースニーカーだけでも結構たくさんのものを持っているんですが、まぁ、ちょっとクリーンで一番大人っぽく見えるオールスタークップという形で、今回は合わせてみました。あとは着こなしがちょっと単調になりがちなので、これですね。カラーレンズのですね、これはメガネ。ブランドはアイバンというものですね。僕は結構メガネはアイバンのものばっかりかけてるんですが、こちらのものにですね、うっすらブルー系のレンズを入れて僕は使ってるんですが、ちょっとこういったものでスポーティーな雰囲気を出してあげるのもいいかなと思うので、着こなしがシンプルで退屈だなと思った時には、こういった小物とかをですね、うまく取り込んであげるといいんじゃないのかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト3点目の着こなしはこちらですね。個人的にはこれが一番好きで自分らしいなと思ったりしてるんですが、まず一番上に着てるのはですね、これデニムジャケットですね。まあ、動画の中で何回か解説をしてるので、皆さんも知ってるかなと思いますし、中には買ってくださってる方もいるかなと思うんですが、これは名作ですね。今季の着丈の短い系のアウターの中では一番僕はいいかなと思いますね。いや、さっきのフーデッドブルゾンもいいな。なかなかですね、今季はこの短い丈のものが旬でもあるし、ほんとユニコでもいいものが多かったので、まあ結構迷いどころかなと思うんですが、このデニム素材のジャケットはめちゃくちゃいいですね。これを軸としながらのコーディネートを組んでみました。で、内側にはですね、これは今売ってなくて大変恐縮なんですが、
プラス J の1年前のですね、バンドカラーシャツ、まあ、ストライプ柄のものですね。これはね、動画の中でも散々こすり倒してきましたが、まあ、これを超える名作ってなかなか出てこないんですね。ですので僕はプラス J のシャツ大好きで、結構枚数持ってるんですが、アーカイブとしては残しておきたいなと思ってるぐらい非常に完成度が高いんですね。まあ、こういったデニムのですね、インディゴブルーとブルーのストライプって相性がいいので、まあ、こんな形で今回は合わせてみました。丈もですね、こういった短めのアウターよりもシャツの方が丈が長くなるんですね。ちょっとシャツがですね、こう後ろから見えたりだとか、前から見た時にもですね、長さの差が出てですね、これがレイヤードのスタイルとしては一つポイントになってくるかなというふうに思ってます。そしてボトムスはようやく使えましたね。僕はこのスマートアンクルパンツを使いたくてしょうがないんですが、3つのコーディネートの中全部使っちゃうとさすがにですね、皆さんからのクレームが来そうなので、ようやくですね、このスタイリングの中に混ぜ込んでみました。まあこれは定番中の定番ですね。上半身が割とカジュアルに組んであるので、ボトムスはもうシンプルにブラックで引き締めてあげるとバランスが取りやすいのかなというふうに思ってます。まあこういったものはね、割とシルエットはタイトめなので、大人の男性にも似合いやすいかなと思うので、ぜひこの着こなしもトライしていただきたいなと思ってます。そして足元はですね、先ほどまでは白系のレザースニーカーを持ってきていましたが、今回はニューバランスのグレー系のスニーカーですね。まあいろんなものが今売ってます。900番台ってやつが個人的には大好きで、今992というものを履いていますが、1500とかでもいいし、定番の996でもいいです。グレー系のスニーカーで少し明るさを出しながら、あとは今っぽさですね。このニューバランスのスニーカーというのがここ数年はですね、結構トレンドアイテムの一つとして数えられているので、ぜひこういったものもブラックのですね、スラックスと結構相性が良かったですので、着こなしの中に混ぜ込んでいただければなと思っております。まあ、ちなみにこの着こなしをベースにしながら内側をですね、一番最初に着た、ユニクロの 3D ニットのライトグレーに変えてあげるのもいいかなと思いますし、ボトムスをですね、グレー系のデニムにしてもいいかなと思いますし、一つのベースなんですね、この着こなしは。あとは皆さんのお好きなようにですね、ちょっとカスタマイズしながらですね、遊んでみていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では全身ユニクロで春コーデベスト3というテーマで皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあ、なるべくですね、予算をかけずにおしゃれを楽しむっていうこともめちゃくちゃ重要なんですよね。いきなり気合を入れすぎてセレクトショップとかで全身をコーディネートすると軽く10万円とか超えてしまうので、そうなるとですね、なかなかこう一歩を踏み出せないなという方も少なくないかなと思うんですね。まあそんな時には、まずは身近なユニクロでコーディネートを作っていく。ここがファーストステージだと思うんですね。そしてその着こなしが楽しめるようになったら、次の買い替えのタイミングで1点だけとか、セレクトショップのオリジナルのものを入れてみるだとか、ちょっと靴は頑張ってみるだとか、あとはバッグですね、こういったものに投資をしてみるだとか、まずユニクロをベースに組みながらもちょっとずつ変化を取り入れていくと、さらにステップアップはできるかなと思うので、ぜひ今回の動画を参考に春のコーディネートを楽しんでいただければなというふうに思ってます。まあ、ちなみにですね、今回ご紹介したものも一つのですね、ベースに過ぎないと思ってるんですね。中には今日ご紹介したものを持ってないという方も少なくないかなと思うので、手持ちのもので似たようなものがあればそれで代用していただいてもいいかなと思いますし、今回の着こなしをベースに少しアイテムを変えるだけでもコーディネートのバリエーションって結構広がるかなと思うので、ぜひ一つの参考にしながら皆さんの中でカスタマイズして楽しんでいただければなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。またこちらのチャンネルとは別で、僕はですね、 YouTube のメンバーシップチャンネルというものも運営してるんですね。そちらではユニクロとかではなくて、セレクトショップのオリジナルだとか、ドメスティックブランドだとか、もうちょっと中級者向けのアイテムとかコーディネートを解説しています。また週に1回のペースで皆さんからのご質問にどんどんお答えするような生配信やってるんですね。通称大山ライブステーションと呼んでるんですが、これ結構多くの方が参加していただいてですね、かなり盛り上がってるので、そういったものに興味がある方は、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方もぜひチェックをしていただければなと思っております。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。
大山旬のメンバーシップチャンネル